大阪市内を流れる木津川をまたぐように作られた緑色のアーチ。1970年、およそ30億円かけて完成しました。高さは30メートルほどもあります。一般的な水門は上下に扉が動くローラーゲート式の構造が取られていますが、木津川水門はアーチ型で設計されています。これは。 水と大阪ならではの構造だといいます当時の大阪がですねその川を使った骨の倉庫というのが非常にたくさんありましたので水門を作ることによってその骨の倉庫を阻害することのないようにっていう形でこういう形式を選ばれております現在淀川から大和川の間で大阪府が管理する水門は全部で6基ありますが特に川幅が広い木津川安治川 尻な梨川にはアーチ型水門が設置されました。これらは三大水門と呼ばれています。1961年の第二室戸台風などで、度重なる高潮被害を受けた大阪を守るために作られました。台風が近づいてくると、大阪府の担当者が実際に水門横の操作室に向かい動かします。 木津川水門では30分ほどかけ、ワイヤーにつながれた500トン以上あるアーチ部分を下ろしていきます。こうして川を塞ぎ、高潮の流入をせき止めるのです。一昨年し9月、台風21号の影響で高潮が発生、関西空港が水没しましたが、この時も木津川水門は稼働していました。 画面右が大阪湾側です下流側の水位が5メートル以上上昇していますが高さ7メートル以上ある水門が水をせき止め上流側へと流れ込むのを防いでいますこの上流側の堤防5っというのが4.3という高さで計画されてますので当然それだけの高さの水が入ってきた場合には堤防を乗り越えると乗り越えて市街地の方に浸水するという形になります たらく浸水は被害は出てたところがアーチ型水門はその形ゆえに新たな問題に直面していましたそれは津波です南海トラフ巨大地震が発生した際およそ2時間後に最大高さ4メートルの津波が大阪を襲うと想定されていますが。 専門門家は、アーチ型水門の意外な脆さを指摘します。津波が起きる場合でも水門を稼働させ押し寄せる水を食い止める必要があります。 ところが水門がカーブしているため、左右へ広げる方向に力が加わり、継ぎ目や根元の部分が破損する可能性があるというのです。破損すれば水門を再び上げられなくなり、その状態で豪雨が起きれば大量の水を長時間せき止め、上流側の水位が上昇。水が堤防を越え、大阪市内の広い範囲で浸水する恐れが指摘されているのです。

揺れの後に襲いかかる津波の勢いを止められない恐れがあります一方、ローラーゲート式の他の水門は津波に対して一定の強さがあり電源が使えなくても扉の重さを利用して閉めることができます建設から50年が経ち、府はアーチ型水門の解体を決定20年後までにはおよそ360億円かけて 三大水門すべてをローラーゲート式に建て替える方針です。このままではこの水門で大阪の街を守れないということになります。まあ寂しい思いはありますけど、新たな水門の方に全力をかけて取り込んでいきたいと思っております。